気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋、モンスターストライクへようこそ。どうも隊長でございます。ということで、今回なんですけれども、モンストに銀玉コラボが来ております。ということで、ガチャをね、ちょっと10連分だけ、オーブが53個ありますので、10連分だけ引いていこうと思います。正直これ以上追う気はありません。まあせっかくだからね、溜まっちゃったっていうか溜まってるし、10連だけ引こうかなと思うんですけれども、ちょっとごめん、それの前にちょっとだけ余談話していい？昨日か、これ撮ってる時点で昨日なんですけど、高杉晋介でいいんだっけ、あの超究極が来たじゃないですか。でその動画ね、実は3時間か、9時から12時だから3時間実はずっとぶっ続けて撮ってたんですよ。まあ結局勝てなかったんだけれどもね勝てなかったんだけれども、ずっとぶっ続けて撮ってたんですよ。で動画出そうと思ったんだけど、ふと思ったんですよ、あと少しで倒せるっていう時に BGM っていうか曲が流れるじゃないですか。あれ著作権そういえば引っかかるよなって思って、で僕のこの撮影環境上をまあ別々に撮れるのも撮れるんですけど、その音声ファイルとゲームの音声と一緒に一つのファイルに録画録音しちゃってるので、バラバラにできないんですよ。あ、著作権引っかかる、無理じゃんと思ってで結局撮ったのに著作権の問題で投稿できないっていう事態に終わった後に気づきまして、まあ、ちょっとだけ動画貼っとこうかな。こんな感じ、どんなもんなんだろうね。あだ、いや絶対敵だよなあだなんて日の目ひどい。やる金玉ではありえそうだけど、あーダメオっぽいな、ダメオ蘇生っぽいな、違うかな。はい、ということで、本当にね、ギリギリのところで負けちゃったんですよね。あれ以外、本当にバトル3にすら行けなくって、大体バトル2で負けちゃってるっていう動画が大体だったんですけれども、まあね、動画では多分これ以上やらないと思うんですけれども、もし勝てたら、Twitter にでもあげようと思いますので、Twitter のフォローもね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、長々と喋っていてもあれなので、行きましょうか、10連分だけ。一応動画でのコラボとかガチャ結果はそれなりに今まで全部いいからさ、なんか出てくるよ。ちなみにまだ1回も引いておりますゆえ、新発はエリザベスでも止まります。お前じゃねえんだよなせめて新発で止まるんだったらわかるよ、お前じゃねえんだよな。うん、ありがとう、ありがとう。せめて新八来いよ、お前。おお！待って、嬉しいんだけど、新八来いよ、お前。マジで。新八を追うためにガチャ引きたくないんだけど。おっ。危ない、よかった。はい、オッケー。やったー。出た。正直ね、神楽がどっちかって言って欲しいかな。出るなら出るで神楽も欲しかったけれども、銀さんでも十分だね。で、なぜ謎のニーベルンゲン。ニーベルンゲンって、サムライキラー持ってる。はい、ということで、無事10連だけでしたが、なかなかいいガチャ結果になった、よかったです。皆さんのガチャ結果はいかがだったでしょうか。ぜひコメント等々で教えていただければ嬉しいです。あとチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼いたします。また別の動画でお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは。
バイバイ。